ニスモを購入検討中ということで借りてきました。日産リーフです。皆さんお馴染みのデザイン、初代と比べると随分とスタイリッシュになりましたね。リーフにはバッテリー容量が 40kWh の通常モデルと、60kWh の E プラスの2種類があります。私が乗っているのは 40kWh の方の X グレード。新車価格408万円です。40kWh の方は冷却性能も充電性能も乏しく、長旅では熱だれ充電地獄になります。その光景がネットで流された結果、EV は使い物にならないという時代遅れな認識が広まってしまいました。良くも悪くも、日本で最初に広まった身近な EV。今回は数時間のドライブで試します。よく見るとこのフロント、グリルが埋められているんですね。ホイールも開口部を押さえた形状で、空力に気を使っているのがわかります。そしてこの黒色、非常にいいメタリックですよ。キラキラが見えるでしょうか。というわけで内装を見ていきますが、400万円のコンパクトカーであると考えると、正直安っぽい感じが強いです。EV としては安いのと、走行フィールとデザインはいいのが救いです。いくつかの内装部品が、初代リーフから使い回されている様子。左でインフォディスプレイを操作。EV を運用する上で必要な、電費やバッテリー温度などの情報が豊富です。まあ買って本格的に乗るなら、リーフスパイとスマホスタンドは欲しいけどね。日産お得意のプロパイロットは400万円の車でもオプションらしく、最低限のクルコンだけ、いろいろと乗るたびにクルコンの操作系には混乱させられているので、このシンプルな操作系には安らぎすら覚えます。ウインカーもちゃんと行きっぱなしですね。ワンタッチで3回光ります。なぜか充電口はここのボタンか、鍵の一番下のボタンでしか開けられません。400万円もするのに大人のは運転席の窓のみか、車検証の初年度登録は令和6年。つまり2024年式。今年作られたばかりの新車ですよ。さっき言った通り EV としては安いけど、400万円で、2024年の車で、これはちょっとしんどいでしょう。私内装の質感については割とどうでもいい派だと思うのですが、これは辛いなぁ。あと Bluetooth、私の iPhone と繋げなくなるという地味なトラブルが発生しました。ナビはパッと見古いけど、Google マップにほぼ負けないぬるさくな動作でいい感じ。BYD と同じく、走行中は使い勝手がクソ化しますがね。エアコンは物理ですが、ディスプレイはカーナビの部分に出す方式。温度が左端なのは、風量と入れ替えて欲しかったですね。オートエアコンと温度設定、これだけで大抵は運用できるので、なおヒートと AC という、ややこしい3つの機能が存在します。これは厳しい真冬においても冷暖房コストを最低限に抑えるためのもので、マニュアルを読まないと理解できません。その下はスタートボタンとシートヒーターと、シガーソケットと USB ポートが乱雑に並びます。調べたところ置くだけ充電のオプション設定すらないスマホ入れ、そしてあの悪名高きプリウスシフトと、E ペダルエコモード関連、安いグレードの場合サイドブレーキは足踏み式です。E ペダルでブレーキホールドを代用できるのでまあいい。右下が D、右上が R、P がボタン。この3つだけ覚えて、無難なカップホルダーと、電動パーキングのスイッチの予定地に使い道不明な小物入れ、アームレストチッセ。ルームランプはクリーム色。いろいろと安っぽいのが残念ですね。EV ということで車中泊のことを考えていますが、ガッタンガッタンな段差ができるので、何かで埋めないと何をどうやっても寝れそうもないですね。握り拳4つ分くらいの高低差があります。前後に短いコンパクトカーセグメントなので、2列目足元も埋めて長さを確保しないと快適に寝られるスペースができないかも。手をかけるところがない床面のカーペット、めくると鉄板向きだし、お気持ち程度のアンダーコートや遮音材。トランクの背面内装は2000年代前半のトヨタ車みたいなプラスチックですね。お見せした通り、現行型の400万円のコンパクトカーとしては、悲しくなるほど内装は残念です。世界的に見ると数世代遅れな EV 性能や、数年でフルモデルチェンジが来そうなことを考えると、今から400万から500万円ほど出してこれを新車で買うというのは、エルグランド並みに辛いよなぁと。というのは外から見ただけの話。私の試乗インプレの本命は、乗って追い込まないとわからない領域の明文化ですよ。1520kg に320ニュートンの加速力、見せてもらおうか。うおお早い早い、400ニュートン近いトルクの EV に色々と乗っている私ですが、かなり鋭い加速力です。今ホイールスピンしてたよな。いやホイールスピンではなかったと思いますね。キュッとなったのは履いてるタイヤの特性によるものでしょう。ここ深夜では110キロくらいで流れているところに、60キロ制限の設計の道路で合流する必要があります。険しい登りというおまけ付き。でもリーフの加速力なら余裕を持て余します。車重自体も 1.5 トンと、EV の中ではスイスポ級に軽い、その分バッテリー容量が小さすぎて諸問題を引き起こしているのですが、そういう語りは後で、というかあのシエンタバカ早いな、140キロくらいで流してるんじゃないか。まあこの道路状況とあの世代のトヨタ車の性能なら、ちょっと早い程度の巡航速度でしょうが、さて名古屋の都市高速の南行きに乗りまして、これから北半島の南端まで、一
ひたすら高速を高速で走ります。実用上の上限速度となるであろう120キロあたりを目安としつつ、ひたすらハイペースで走り、電費や高速安定性を調べます。その後は下道をゆったり北上し、50キロワット級で30分ほどの急速充電テストを挟んで帰ります。今回からスピード感の演出のために、倍速編集を取り入れることにしました。何回用に速くて面白いですね。さてそろそろ運転フィールを紹介していきましょう。前後に4480ミリ、横幅1790ミリというコンパクトサイズなので、運転は非常に楽ですね。ノーマルモードでもスポーツモード並みのスロットルレスポンスを誇り、少しでも踏みすぎるとガツンと加速しちゃいます。かといってエコモードだとアクセル動力に対する出足が少々とろいため、その間が欲しくなる。ノーマルモードで丁寧にアクセルを操作するのが解決策ですね。さて乗り心地についてですが、これが非常に不思議です。ボディと足回りが柔すぎるかと思いきや、頑丈さも感じられるような乗り味。この2つが同居するのは不思議です。段差を超えるとふわっと持ち上がり、非常に大きなストロークで足回りが動きます。いろいろと乗ってきた中でも最長クラスのストロークで上に動くのですが、不安定感につながる前にビシッと収束するので安定性は高い。総じて言うと快適です。ただ跳ねるような段差が連続する場面では、車体までポーンと飛び上がってしまうレベルで上下に大きく動くので、ちょっと動かしすぎかなと。不安定さが出ない範囲で足をストロークさせてくれるので、快適性と安定性は両立できていますがね。これがニスモグレードになって、減衰力がちょっと締められたそうですが、いいですね。私でもそうする。まあ120キロくらいなら余裕なので、乗り心地への心配はないです。映像がブレブレなのはカメラの取り付け位置の都合によるものであり、こんなに暴れまくるようなものではないです。は？今ですね、充電口が開いてしまいました。おかしいなぁ、ちゃんと蓋は閉めたつもりなのですが、リーフにレンタカーで乗る方、こうなるかもしれないので充電口は入念に閉めてね。路肩に一旦止めることも考えましたが、100キロでも普通に走り続けていたので変に止まる方が余計に危ないのと、すぐそこにパーキングエリアがあるため、このまま周りに合わせたペースで自走を続けることにしました。100キロオーバーの風圧にさらされても、取り付け部が壊れたり吹っ飛んだりすることはなく、多少はこういうことも想定してるんでしょうか。ちょっとよくわからなかった現象ですね。ショート動画用のネタができたしいっか。ちなみにこれがキーです。次はハンドリングですが、こっちも不思議な感じ。大きく切るとワンテンポ遅れてから、ロールが収束して曲がっていきます。EV らしく変な癖はないです。ご年配の方が田舎道を40キロで走るのに最適なゆったりさを持つんだけど、切り込んでいくとガバッと鋭く曲がれる。入り口付近というか低負荷領域というか、普通に乗ってるところは年配の方向けなゆったり。でもスノー運動性能は高く、追い込んでいけば俊敏に走れます。ここもゆったり感としっかりとした感じ、この3つの領域が共存していますね。ただスポーティーな走りをするには少しだけだるい感じがあるので、ニスモでステアリングのギア比を変えたのはナイス。私は税金対策と動画用に何か EV を買おうと思うのですが、とりあえず数ヶ月か数年だけ、サクッとリーフのを買おうか本気で検討中。自分で買う前提の市場なのですが、この感じならニスモ本気で買うかも。ただこの個体もニスモも、残念なことにバッテリーは 40kWh の小さい方。さて今度こそ料金所ダッシュです。いいですねー。速すぎるというほどではないけどかなりの加速力。まず不満は出ないです。さて次はフルブレーキングテスト。おお、かなりの制動力。1.5 トンしかないところにモーターの回生も加わるので、かなり鋭く止まれます。ノーズダイブが起きて前に輪で抑える格好にはなってしまいますが、ブレーキングも安心安全です。さていつもと違う道を選んでみたら、かなり狭い峠道に来てしまいました。横幅も細い方なので、肥大化する現代車の中では走りやすいかと思います。いいペダルを使ってみたのですが、これは慣れが必要ですね。減速 G が急に出すぎて使いづらい。常にアクセルを微妙な力加減で操作し続けないといけないため、状況がハマらないと余計に疲れちゃいそう。停止後にいいペダルをオンにすると、そのままブレーキホールドとして作用してくれるのは素晴らしいです。離しても進みません。逆にブレーキを踏んでない状態で、いいペダルを解除しようとしても、警告が出て失敗するので勝手に進むこともなし、ちゃんと考えられています。ここで気になるのが、E ペダルを使っていない場面における、ブレーキ動力に対する減速 G の立ち上がりの悪さです。さっき言った通り絶対的な制動力はむしろ良い方なのですが、ブレーキを踏んでも全然減速力が立ち上がってこないため、この程度のカーブでも怖いです。ブレーキ動力に対する回生力の立ち上がり、もう少し聞かせてほしいですね。ただこの日は B レンジを試しておらず、それで改善するのか見ておくべきだったと後悔。といったところで一通りの走行フィール紹介は終わりましたので、EV としての性能を見ていきます。まずは電気テスト。北半島の南端まで高速道路を飛ばします。ちなみにこれは倍速です。やっぱりバカみたいに速くて草、高速域でうねった路面を走っても、走行安定性、静粛性ともに良好な性能でありました。フルペースで走って、平均電費は 5.6kWh。
参考程度に BG4X は 4.5 でした。バッテリー容量は 40kWh なので、この電費の場合の航続距離は 224km です。東京都から新東名を西に進んだら、浜松のちょい手前である遠州森町パーキングにギリたどり着かないくらい。さて下道に降りた後、至って常識的なペースでしばらく走った電費はこれ。6.9kWh ですね。この場合の見込み航続距離は 276km。同じく東京から西に向かっても、新東名が2車線になるあたりで力つきます。東京大阪間を無補給で走破できる 100kWh 級の EV も出てきている中で、40kWh という容量は少なさすぎますね。バッテリーが 60kWh まで増量され、最大充電スピードも 50kW から 100kW までパワーアップされた E プラス。リーフで長距離を行くなら、最低でも E プラスは用意したいところです。ちなみに桜のバッテリー容量は 20kWh。このリーフの半分しかないですね。しかし桜の方はバッテリー冷却装置があるので、40kWh のリーフと桜で 500km 以上とか走ると、熱だれしない桜の方が逆にいいかも？そんな疑問も湧いてくるので、そろそろ名古屋東京間日帰りアタック、私もやろうと思います。リーフ、1000km と検索すればわかりますが、特に 40kWh の方のリーフはバッテリーの冷却がダメダメ。というか冷却機構なし、急速充電を繰り返すうちにバッテリー温度が50度近くまで上がり、充電出力が 20kW 程度しか出なくなります。そうなると走ったところで全然冷えていかず、充電スピードも遅いし充電するほど熱くなるしで、完全に地獄に突入するわけですね。BG4X や桜の方がまだマシになります。速度制限を無視すれば、1000km を9時間30分程度で走れる EV も出ている時代なのに、この 40kWh リーフ、テスラと比べると何世代も何世代も遅れているわけですね。そんなリーフの熱だれ地獄を見て、EV 全体がクソだと誤解する人が多く現れた。日本の人たちに価値観のアップデートや自立学習をする習慣なんてないから、ポンコツリーフのせいで日本は EV 後進国になったと言えなくもない。日本と EV のことを語る上で、リーフという車は功績も罪もあるわけですね。初代リーフ時代からの茶でもの30分制限とっととなんとかしろ。はい、というわけで、日産の24時間営業の、50kW 級充電器にやってきました。クソ田舎にも24時間の急速充電ネットワークを配備してくれた。日産のこの行いは褒めたたえるべきです。2時32分、58% から充電開始しました。40kW の出力が出てますね。なかなかいいんじゃないでしょうか。これが1回目の速充電なのに、すでに温度が1単位上がってるのが不穏ですが、走行距離3694km の新車だから稼ぐかけはないですね。この30分でトイレ休憩と内装の撮影と、試乗メモを書かなきゃいけないので忙しいです。30分で運動不足解消になって、街歩きもできるので悪くないですね。さて戻ってきました。あと8部しかないのでおかわり充電確定ですね。87% で 20kW。80% 以上を急速充電するのは時間のコスパが悪いです。3時11分、96% まで入りました。累積35分地点ですが、もう中断して帰ります。数時間のお出かけ程度なら、このバッテリー容量でも急速充電なんてほぼいらないレベルです。暴走族が来てますね。朝3時にほんと迷惑だな。爆音マフラーつけてる奴らは EV に文句言う資格ないぞ。後で計算してみましたが、50kW 級に30分くらい繋いだ際の見込み回復距離は、だいたい 70km くらいとなりそうです。アラウンドビューモニターと自動駐車機能はオプションです。ちなみにこの時、スマホの充電ケーブルがシフトに引っかかって操作できませんでした。目の前でさっきの暴走族がダラダラ走ってます。乗り物の性能も運転技能も乏しくて、暴走族なのに徐行しかできないんですかね。私が普段走ってるダム沿いの道に来たら、君たちすぐこけて死ぬと思うよ。さてせっかく隣でブンブンしてるので、遮音性を確認しましょう。さっきトランクの底が悲惨なことになっていましたが、実はリーフの遮音性はかなり高いです。窓を閉めてちょっと音量を上げれば、バイクのエンジン音は聞こえなくなります。今オーディオを切ってみたけど、やっぱり気になりませんね。そういえばこのリーフのスピーカー、感覚的にはフロントドアに2個しかついてません。主要装備表には4スピーカーと書いてあったのですが、もう2個はどこ？音源が見つからないレベル。前だけで鳴ってるなぁと思ったのですが、400万円もするなら廉価グレードでもリアスピーカーくらいつけてくれよ。ただちょっと驚いたのが、明らかにケチってそうな純正スピーカーでも、結構いい音が出ていることです。音量を上げても高音域がそこそこ気持ちよく響いてくれる、中の上レベルの音質。あちこちでコストダウンしてるけど、運転していて安いとかダメだとはあんまり思わない。それがリーフですね。次はこれを借りて、名古屋東京間の日帰りアタックに行ってみるか。そういえば今日はずっと、全く雨なんて降ってないのにワイパーを使っているんですよ。これはなぜかって？ガラスが致命的に汚れてるのか、前がすぐ見えなくなるから、曇り取り機能？いやいや、外側の汚れです。
捨てるほどでもないけど人と会う時には着ないレベルの微妙なシャツで拭いています。まだ3600キロの新車だけど、このレンタカー人生トップ級に状態が悪いです。大抵のカーシェアには除菌シートが積んであるので、これでフロントガラスをゴシゴシしまくったけど、改善しないどころか悪化した気がします。もっと言うとこの車、誰かが漏らした可能性があります。70キロくらいで走っていると、なぜか糞尿の匂いが漂ってくるんですよね。もう自家用車よりカーシェアでいいんじゃないかと思い始めてきた頃に、これこういうのが嫌なら車は新車一択ですね。このルートは何回も窓を開けて走ってるけど、家畜を飼ってるような、そういう匂いを撒き散らす施設は周辺にないはずです。なんかこう嫌な感じがしますね。カーシェアを何日も借りて遠出するつもりなら、事前に下見した方がいいかもです。これの他にもクルーズコントロールの有無だとか乗り心地だとか、カーシェアになるような車は悲惨なグレードが多いですから。といったところで今回の動画はここまで。どうしようかな、リーフニスモを買おうか、もうちょっと貯めてテスラにするか。とりあえず次の動画は、桜で突発的なお出かけですね。チャンネル登録と高評価でお待ちくださいませ。ではご視聴ありがとうございました。